半ですけど、はい、朝ごはん今日朝ごはんお昼ごはんブランチ今日はねスタバ、はい、初めてスタバに来てみました。どうかな、え、この店初めてじゃない？この店初めてだよね、うん、まあスタバでちょくちょくフラペチーノとか買ってはいるけど、こういうお店でなんかこうご飯っぽいものをみんなで買うのは初めてじゃない？確かに初めて、ね、今はなんだこの大学芋フラペチーノがあれなんだね、おすすめ季節行ってみましょう。じゃあ車で食べましょう。はい、お菓子まだ本当日曜日はゆっくりかな。甘えん坊さんのりみちゃん、つもぎれさんって聞こえた。じゃあ今日のファッションチェック、はい、りみちゃん今日は、ね、色違い、さっき生放送したけど全然見えなかったもんね。全然見えなかった。こんな感じですね。これがねプレイボーイのね、うん、白いねパーカー、うん、本当めっちゃ長いんですけど、りみちゃんの同じ感じだね。長さりみちゃんも黒で長いもん。私いいしちゃってて、うん、そうね。このスカートこの前、買ったやつ、ね、買ったやつね、今年流行ってるよねレザー調のやつね。ね、かわいい、ね、カバンもまた同じですよね。そうですね、新しいカバン紹介しましたね。虫いたここに虫くっついてた。ほんとくっついてた。はい、今の上着コンバースじゃん。いいです、いいです、いいです、いいです。ママはいいです。カーテン？本当可愛い。え、うちにあるのと一緒じゃない？一緒じゃない。怖い。本当可愛い。この棚可愛い。こういう緑がいっぱい飾ってあるの好きだね。クリスマスだね。ツリー。ここに出てさ、うん、ここにプレゼント持ってんの妄想ですか。スマブラ、意味スマブラ、ほぼ決定2人ともゲームここクリスマスっぽくない？ね、これ可愛くない？これ何これ可愛い。おあ、いくない？これクリスマスの前だって、うん、可愛いと思う。可愛いこの星型のライト、可愛いね。可愛い。1499円だって。そんなに高くないね。ね、かわいい。置いても使えるもん。あとあの奥のこれ、うん、ママの部屋に置いてきた。なんでママの部屋なの？ママの部屋に1000円。うちさツリーないんだよね今。ちっちゃいツリー買う。あ、999円。あ、これ缶かな。
人工植物だから、あ、この飾りは別なんだね。自分でこうやって作るってことだね。うちないんだよね、今クリスマスツリー。自分で飾るんじゃない、こういうの。ほら、ここ植物がさ、この値段だから25ピースで799円。ありがとう。うん、マンドローじゃない。これも可愛いよね、この。可愛い。うん。なんかクリスマスチックね。ね。ここ一番好きなんでしょ？よく来るよね、ここね。小物入れ？おお、すごい。へえ、いいね。この本棚かわいいよね。この本棚。このなんかこれがついてるのがいいよね。だいぶ入るし。うん。こんな感じ。で、金額もね、そこまで高くないよね。14,000円なの。かわいい。ん？おしゃれ。これででも家でなかなか乾杯とかしないよね。おしゃれだけどね。お水入れて乾杯。お水入れて乾杯なの？天然水です。なかなかしないよね。可愛くない？すごいよね。こういうなんかこういう使い方が分かんないけど、こうやって使うんだって。蓋付きです。使いやすそう。いいね、おしゃれ。え、どこに？ここに？これ？なんで？ここにテストバーっと置くじゃん。テスト置くの？ここにさ、うん、プレテストバーっと置くじゃん。で、ここにさ、5年1組、あ、5年2組のさ、なんかやつを入れてさ、ここにさ、委員会とかのやつ入れてさ。そんなにしーちゃんプリントも持って帰ってこないじゃん。はい、はい、いっぱい買いましたね。はい、まあ、ちょっとパパの荷物があるけど、この辺、まあ、後でちょっと、はい、ね、紹介できるものしましょう。こんな感じ。ね。フィニがコロナ対策。フィニコロナ対策。これ？ジュースガード。ジュースガード。あ、菌がつかないように。すごいじゃん。はい、じゃあ行きましょう。一本に。なんで？なんとなく。邪魔だった？なんとなく。コロンとシロンのお布団あるかな。どっかにありそうだね。すごいね、ペット用品だ。ワンワンの洋服。あったかそう。プーさんみたい。これ？これあるね。これも前あった。あったね。
かしい。こんなの売ってんだね。3個で100円。安い。100均にこれが売ってるからね。100均にも売ってるんだね。何これ。プリス。あれか、ハロウィンの衣装。すごい。メイド。メイド売ってんだね。やばい、久しぶりすぎてやばい。気をつけてね。うん、なんかもうめっちゃなんか並べてない。そうかね。ちほちゃんがね、うどんを作ってくれました、はい、うどんは一玉なんだけど玉ねぎを3個も切ったそうで、すごいもう野菜盛り盛りうどんになりましたけどね。でも一玉だから別にうどんの量は一人分なんですけどね、はい、はい、あと野菜をね、いっぱい食べましょう。はいはい、お兄ちゃんもいいですか、うん、食べますよ。はい、いただきます。いただきます。はい、じゃあ今日はね、これを言う、今もう、今まだ5時半、うん、5時半なんですけど、まあ今日はね、朝が10時っていう、そう、朝昼合わせたご飯1食しか食べてないので、うん、早めのご飯で、はい、逃走中を見て寝るって感じですかね、はい、そうですね、逃走中終わったんじゃない、逃走中8、7時からだって。いただきます。でもやってたよ、あれ前のやつだ、うん、うん、いただきます。じゃあ食べたいと思います。Mm-hmm.